が入ってて出るとき結構このスパが怖いんで結構もう色飛び散るんで、最近女性のもさ、ちょっとやっててさ、やってますね、面白いわ、女の子もまた面白いですよね、違った面白さ、いや、めっちゃ面白い、女子いいわ、ラッパーになりますね、じゃあ次はなる、はい、あー、いいね切って、でその前にポリソン切ったの、切ったんですよ、切らないでも普通バージョンを他の子が撮って、以外の担当、むしろ考えられないっていう。考えられないです。結構グラデーションだったりとか、はい、一回ブリッジして暗いのを入れるみたいな、はい、今流行ってるじゃないですか、はい。ああいうのやりたい人が多いんだなと思って、そのところに。真面目っすよね。真面目ですよ。結構思ったけど受け取りとか超真面目だなと思った。真面目ですよ。そうですよね。結構びっくりしたんですよね。すごいちゃんとしてんだなと思って。私失礼かもしれないけど。してます。でもめっちゃちゃんとしてんなと思って。してますよ。そうっすよね。ちょっとドレス姿に中指立ててるのとはちょっと違うな。あ、そうですね。はい。ちょっと違います。はい、ちょっと違うかもしれないですね。まあそういうのが中にはあるんでしょうけど、ちょっとびっくりですね。今はさ、ちょっと分かんないけど CDJ とかじゃなくてさ、もう PCJ がもう主流だから、はい、PC しか使わない、なんかパソコンから USB に入れて、うん、USB からピンやってるんですけど、うん、まあ、機材自体は CD も入るし、うん、USBパソコンから直でつなぐこともできるし、うん、あと SD カードも使えるしみたいな、うん、パソコンに入れてたらさ、はい、DJ あまり必要なくないそれどうなの、パソコンそれライブ感出せるわけ、それ結局その私いろんなイベント出るんで、うん、そのハウスだけだったハウスだけの USB 用意しなきゃいけないとかになると、あ、すごくめんどくさいんで、うん、その場に応じてちょっとこの人たちは今こういう感じを聞きたいんだなっていうのを感じ取って、うん、なんかやるみたいなのが面白いんで、うん、あ、結構じゃあ生系なんですね。そう、それが生なんだね。そうです、そうです。何が生かっていうと、そうです。あ、そっか、そこに来てる人たちの求めてるものを
私はその時の空気感で感じて書けると。はい。そういうことか。そうです。なるほど。いいっすね。確かにそれは生ですね。生の感覚ですもんね。楽しいです。